前回までのサブノーティカ。うわ、クラゲみたいな色でっちゅうの。広いな。見たことないやつ。いたら離せ。うちの基地みたいなのがある。原子炉のフラグメント、お、初めて。ルーム、これ？すでに保てきルームか、これ。お、作るようになった。難しい。あ、自鉄砲じゃん。なさそう。出よう。 OK、 結構な収穫だと思う。こう大きいぞ、これは。進展がでかい。どうも。我々は新しい素材を手に入れるためにストーカーの牙というので、なんか PDA 調べたら、 PDA になんかストーカーがこの金属くず食うとき瞬間になんかその牙が折れるみたいなのが書いてある。なんかもうボルカスに牙が落ちてくるっていう、この下にいるだけで。やっぱ狙われた、狙われた。そういう仕組みがあるようだ。はい、とりあえず上がります。相当牙手に入ったな。牙はエナメルガラスの素材になるっぽいんで、結構数が必要なんじゃないかなと思って、今大量ゲットしてまいりました。で、何がしたいかっていうと、いよいよね、多目的ルームを作ろうかなと思って。あ、エナメル作れるっぽいな。ガラスがいるんだ。なるほど。ちょっと一回、あ、そうだ、金属クズをばらして、よし、で、これで多目的ルーム作ります。これ作ろうかな。多目的ルーム、どこだ？あった。ここに作れんのか、作れてんのか分かんない。ちょっと一回外出よう。ここに普通に作りたい。あー、無理か。ちょっと飛び出してるもんだ、スキャナルって。どうしような。こっちに行けるかな。あ、いけるっぽいな。あ、なんか足りないのかな。作れない。かぶってんのか。こっちもダメ。あと、なんか土台的にきつそうなのもある。これか。あ、足りんも足りない。できた。ちょっと強度弱くなってきた。It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space. まあまあ分けてるからいいよ。娯楽と分けてる。あとは土台作りたいな。何が必要？鉛か。例えばここのベースはもう外せないな。多分もうここでプラスな、完全に。居心地良すぎるもん、こう。どうやって作ろう。もっと強固なものに。まあ、廊下もうちょい長くてもよかったかもな。土台作ったら多分強度上がるから、そんなになんかこう、ヒヤヒヤしなくても。すぐ気がするんだよ。よし、作った。よし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 。廊下で伸ばすか。廊
下でちょっとこう外が見えるようにしてもいいような気はする。なんかその方が美しいような。まあいいか、一旦これでいいか。で、降りて、あーできたできた。あ、何でも作れるのかこれで。何何何何が作れる。結構デカめのモジュール置きたいよな。置くないよ。これ作れないのか。まだパワーセル、わールビーが必要になってくるのか。バイオリアクター、ろ過装置、エアロゲルか。ここでエアロゲルか。バイオリアクターぐらいしか作れんな今。展望台、なるほどな。あんまこれ展望台意味ないよね。どうすかな、そのベッドって作れんのかな。なんかベンチ的な能力ないのかな。ファイバーメッシュ作ってシングルベッド作ってみようか。別にダブルでやる必要ないよ。ここにやる、どこに作ればいい。まあ多目的ルームの一角に作るか。ファイバー取っておきます。ファイバー、よし、チタンあるか。これ作ろう、一番奥。いやなんかでもドアつけるかもしれないし、ね、ベッド、ベッド、シングルベッド、これいいかな。はい、できた。あ、寝れる。寝るとどうなの。寝れた。え、寝るとどうなのこれ。朝になってんのかな。太陽が昇ってる。うん、なんか夜寝ると朝になる的なやつのか。まあ、まあ寝れる、まあ、寝れるかな。どういう効果があるかちょっといまいちわかんないけど、よし、まあ、水分Seek fluid intake. Ah, わかった。ろ過装置、エアロゲルが必要。一旦水作ろう。漂白剤から作った方がいいのかな。素材何？あの漂白剤で、え、漂白剤でいきなり水作れんの？塩と漂白、え、何？あれのあれだけでいいんだ。しかもなんか容量的になんかだいぶ多い気がする。え、じゃあ魚取らなくてもいいってことこれ？めっちゃ回復する。これ20しか回復しないのにね、これに30回復するじゃん。塩とあれでいいのかもしれん。それとそれこそここ塩いっぱいありそうだよ。
ブラタフィッシュの時代は終わりかもしれない。ソーラー2個目設置すっか。電力を確保する上でも先に透析へチタニウムに、よし、どうか。よし、ソーラーパネルを上に。1個目のソーラーパネル、よし。あ、倍になってる。これで大丈夫っしょ、さすがに。150もあれば CMOS の充電も余裕だもんな、これ。さすがに多分普通にソーラー増やすだけでも相当強くない？前から思ってたけど、ストーカー倒せるかどうか実験やろうかな。ストーカー倒せるのかな。いって、ストーカー逃げちゃうな。こいつが出す弾みたいなのももらえるんでしょ。ただ爆発する前に取れば多分大丈夫なんだよな。あ、拾えた。これ爆発しちゃうと多分やばいから。もらえた、もらえた。ただ魚雷発射装置がない状態でもらってもどうしようって感じだけど、もらえることはもらえたな。あ、ばば、あ、調子こいた。ダブルソーラーシステムもだいぶいいし、うん、これか。あとはなんかまあおしゃれ、完全おしゃれだけど、なんかライトとかつけたいね。スポットライト、あ、ガラスがいるんだ。スポットライトとかつけてみようかな。ちょっとやっぱ夜怖いんだよね、この周辺。見た目だけだけど。石英拾ってくれば。あ、でも夜って寝れば朝になるんだな。起きた。この動きでちょっと酔いそう。どうなる。あ、朝になってない？朝になってんな。あ、寝たらやっぱ朝になるんだ。やった。じゃあこれ結構、じゃあ夜待ち時間長かったけど、これでとりあえず夜になったら速攻寝れば朝になるってことね。夜はあんま過ごさなくて済むってことだ。結構でけえなそれ。石英ないかな。石英ないな。石油探そう。さて、いろいろ分かったことだし、ちょっと一旦ここで終了したいと思います。ちょっとスポットライトつけようかな。夜でもすぐ分かる。どういうふうにつけるんだろう。こういう感じ。難しいな。つけ方むずいな。
多分向きあるから、これこれつけるか。あ、そっち向きでつくんだ。じゃあこっちでもいいか。むずいな、設置の仕方が。こうかな。こっちともう一個作れるかな。作れた。こっちに一機ずつ。よし、これで照らしてくれる。こうやって自動追尾かな、これ。うん、なんかいいね、かっこいいね。ということで、今回もとりあえずこんなもんで、はい、また血が一段と強くなりました。なんか仕上がってきた。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。